こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけたアメイシャ種ですが、つけてから1年の歳月が流れましたので、今日は第4回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。6ヶ月目と色は変わらないみたいです。濁りのついた薄茶色では、ついでいきます。告げました。では飲んでいきます。やはり焼いた干し柿、さらに加熱されたみたい。結論が出ました。こちらの1年目のアメイシャ種評定は 3.4 ポイントです。1年目のアメイシャ種、端的に言うと6ヶ月目とだいたい同じ味を保っています。つまりは干し柿を焼いたような味、そして後味にはおそらく種由来の枝豆に似た風味が漂います。干し柿の焦げた風味は6ヶ月目と比べてさらに少し増した気がします。でもまだまだ全然飲みづらいわけではなく、そこそこの濃度の焦げ臭さです。生のアメイシャの味は干し柿っぽい味で、アメイシャ種の味は焼いた干し柿っぽい味。ある果物を果実酒にした時に、その果物に火を通したような味が液体に染み出すことは、果実酒界にはままあることです。台湾パイナップルを果実酒にしたら、パイナップルパイっぽい味になったことがありましたし、ブルーベリージャムだって火を通す前の生のブルーベリーは涼しい味だけがして、火を通すことによってようやくブルーベリージャムらしい味がするものですが、果実酒にすることによってもブルーベリーは果実酒の中にブルーベリージャム風味を染み出させるものなのです。なのでそれもまた果実酒あるあるですね。ただ焼いた干し柿や枝豆の味を液状化させて飲んでもそこまで美味しいものではありません。アメイシャという果物は日本では大変珍しいと思いますが、果実酒向きではないと思います。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。